楽曲にはなりつつも、なんかすごいメッセージ性がすごくある楽曲だなというふうに、受け取ってまして、なんかこう、まあ、再起動っていう、まあ、アルバムのテーマがあるんですけども、心の支えだったりとか、それ活力になってくれればいいなっていう願いだったりとかも入ってたりしたりとか、あとはすごく自分たち自身もなんか改めて初心に帰る、そういう気持ちも入ってたりとか、歌詞に注目して聴いていただきたいです、はい、デビュー曲でライトニングを歌わせていただいたんですけど、その時にもメロの方で結構踊りながら歌わせていただいたんですけど、なんかそれをよく思い出すような感覚というか、それこそ本当に初心に帰るような感覚で、なんだろうな、成長を感じていただけるポイントもあると思いますし、なんかこうパフォーマーを背負ってボーカル一人で踊ってるっていうシーンもお気に入りのポイントというか、そうですね、今回ダンス、まあ、自分はサビを振り付けしたんですけども、メロの部分だったりは結構こう、なんていうんですかね、なんか鋭利な感じ、こう尖ったような、こうちょっとなんていうんですかね、エッチーなですね、振りをしてるんですけども、今回はサビではちょっとそことはまたちょっと真逆のこうセクシーさを自分は出したいなと思って、すごくみんながいい感じに大人っぽく、かなり色っぽくできてたので、僕は楽しみですね、はい。まあ、今まではちょっと最近はバラードとかミッドとかちょっとゆったりな曲が多かったんですけど、今回はまた久しぶりになんかランページらしい強い力強い楽曲になっております。最近16人で踊ることも、あと13人でパフォーマーが踊ることもなかったので、あとソロがないので、今回はソロの代わりになんか2人とか1人とかのバックで13人がつくっていう、パフォーマー全員がつくっていうのはなんか新しいなって思いました。やっとこうやってなんか公式としてしっかりなんかマッシブとランページとっていうのなんかつながりが見せられたのかなって思って、すごい嬉しいです。久しぶりにこんな踊ってるなって感じで、すごくメンバー一人一人のフィーチャーポイントもあったりして、そのポイントはその真ん中のメインのメンバーが考えたりしてるので、その一人一人の個性だったりも出てますし、その今回の撮影中で映像を見てからこう変えたりもして、僕の部分がそうなんですけど、もともと作ってた振り付けというか構成からもうガラッと変えて、メンバーにはちょっと迷惑をかけたんですけど、いい仕上がりになりました、はい。もう過去一ぐらいで、もうなんかすごく大体 何グループとかに分かれるんですけども、一人のソロにほぼ全員がいるっていうシーンがたくさんあったりとか、その一人をフィーチャーするためにその多くの人数が関わってるシーンが多いので、ほぼぶっ通しで朝
7時ぐらいから撮って次の日の朝5時ぐらいまでかなり詰まってますが、結構今のところ順調に乗り切れてるので引き続き頑張りたいと思います。あれすごかったっすよ、あの力也さんのなんて言うんだろう、振り向きっていうかカメラワークはこうやってグングワングワンで、あの右行ったり左行ったりあのする感じのやつで、結構あんま見たことない奇妙な動きしてたんで、なかなかいい感じじゃないですかあれあれ見てみてください。シルバーレインは、まあ、アルバムの表題曲っていうのもあって、すごいなんだろうな、まあ、白い世界観とか、まあ、もう本当にタイトル通りもう本当に白いなんか光ですごいなんか白い雨を表現した楽曲になってて、めちゃくちゃもう今回のこの楽曲はメンバー全員めちゃくちゃ気合入ってて、すごいやっぱ今回はあのめちゃくちゃ踊るかなという MV で、まあ、過去にライトニングとかフロンティアーズとかあの時もめちゃくちゃ踊ったんですけど、過去一レベルで今回本当に踊ってる MV になるのかなとは思いますね。はい、もう嬉しいことに今回ヒロさんからそのなんかあのマッシブも一緒に参加してやったらかっこいいんじゃないのっていうので、今回自分たちも参加させていただいてて、まあ出来上がりが本当に楽しみな作品なんで、そういうワクワク感とかもあるんで、こうまあ本当に完成楽しみにしてほしいなとは思いますね。はい、